こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トーク始めていきたいと思います。今回はアイビスサマーダッシュの展望を行ってまいります。解説は競馬ブックの旧車取材担当、昇華哲也トラックマンです。はい、よろしくお願いします。進行は勝ち馬の住川が務めさせていただきます。よろしくお願いします。早速ですが、アイビスサマーダッシュの展望に参りましょう。まず、競馬ブック紙面上のレース単票ですが、混戦というレース単票になっておりますね。吉岡さん、メンバー見渡してどういう印象とかですか？そうですね、今年はね、昨年同様確たる新ライバー不在という感じがするんですよね。だいたい私毎年アイビスサマーダッシュ予想つけていて、過去10年で言いますと、まあライオンボスのような、うん、本当にこの直線競馬の申し子みたいな馬がいれば本命でいいんですけれども、それ以外の年はもうほぼ牝馬狙いということで、うん、予想のコンセプトはほぼ決まっています。それは一つ、まあ、直線競馬は負担重量というものが非常に大きくものを言うレースだということで、特に夏の開幕週のアイビスサマーダッシュではやっぱり54秒台前半ぐらいになってきますと、特にその負担重量差というのが重くのしかかってくるレースということが言えるわけで、そのコンセプトでほぼ、まあ、例年的中に近い予想ができているなと思ってます。全体的なレベルはちょっとクエスチョンマークがつくようなところもあるんですけれども、今年も同じスタンスで予想は組み立てていきました。次にコース解説なんですけれども、はい、競馬ブック紙面上のコース解説ですと、新潟芝の直線 1000m は、拉致際の出巻きは致命傷、速力戦だが、花に立って目標になるより、G 確保が有利というコース解説になっておりますが、今回どうですか？展開とかってどんな感じになりそうですか？そうですね。一応逃げ候補のマウンテン娘が内枠に入りましたんで、うん、でね、どういう戦法を取るかということで、このアイムサマーダッシュっていうか、まあ、開幕週前半の競馬に関して言えば、思い切ってで内らし沿いを走らすという最近結構その作戦もありまして、はい、それも有効であることもたまにありますけど、まあ普通ですとやっぱり少しずつ外目持ち出して外の枠にくっついていくという戦法を取ると思うんですけれども、まあいずれにしても外目の枠を引いた先行タイプには有利な枠順になったかなというふうに思います。ただ最近アイビスサマーダッシュは内枠の馬がこう穴メーカーになっていて、うん、まあ昨年は9番人気12番人気というのが1、3着で、一昨年は14番人気が5番枠で、その前は14番人気の1番の馬が3着と、3連携はもう内側なということで、人気薄の馬は結構内枠に入っても思い切ったレースをしてこれるっていうところがあるんで、はい、3連携には内を入れてもいいというのが、まあ、最近のアイビスサマーダッシュの傾向というかね、馬券戦術ということになるかと思いますね。うん、早速ですけれども、じゃあ吉岡さんの印の方を発表していきたいと思います。本命がチェイスザドリーム、対抗がモズメイメイ、黒三角がマウンテン娘、白三角一番手が湘南マッハ、イカマイオアポア、ファイアダンサー、グレイトゲイナーという印になっております。本命のチェイスザドリームですが、こちらもね、いい枠引きましたし、先ほどありました牝馬ということで、そうですね、まず牝馬の55キロ負担重量のアドバンテージはかなり大きいと思います。そしてまあこの馬の場合は春のイダテンステークスが初めての直線競馬で勝ったわけですけれども、やっぱり初めての直線競馬を使って勝つということは、まあ、相当適性がないとできないことであって、それまでダートの短距離でずっと勝ってきて、カペラステークス2着などもありますが、そういった馬がこの舞台で適性を示したということは、やっぱ本当に適性がないとできないんですね。で、イダテンステークスはそれほどレースレベルは高かったとは思っていませんけれども、牝馬で55キロというハンデで直線競馬で4分の3馬身差であれば、うん、ハンデ戦の直線競馬で4分の3といえばもうこれは完勝の着差なので、皆さん4分の3って高々0秒1差じゃないかっておっしゃるかもしれませんけど、例えばこれがマイルチャンピオンシップという G1 であれば4分の3馬身でも十分に完勝といえる着差になるんですね。ですからこの内容を評価したい。今回内枠引いた場合にレースの組み立てが難しくなるとは思っていたんですが、外目の枠を引いたんでね、春のイダテンステークスと同じ走りができれば十分に連勝が望めるというふうに考えました。私も対抗にしたんですけれども、やっぱり金量で前回がハンデ戦で、うん、トップハンドで55キロ そうですね、で、ま、その上位陣が今回出てきている中で、各馬やっぱり別定戦になって増えてる、金量増えてる中でこの馬だけ
据え置きでっていうのはちょっと伊達天ステークス組の比較だともちょっとアドバンテージは大きいのかなと思いました。次対抗モズメイメイですが、こちらはどうでしょうか。直線競馬が初登場ということになります、うん、こうしたタイプで言いますと9年前ですか勝ったベルカントあたりに該当しますかね。ベルカントもこの点は最初勝った時は初めての北九州記念からのローテーションというのはこのレースではそれほど悪いローテーションではないですし、この馬は 1600m で3勝してますけれども、まあ、本質はねスプリンターだと思います。なので直線競馬対応可能という判断で、こちらも 55km ですから、まあ、戦績的にも上位ランクでいいかなという評価です。直線 1000m の適性もありそうだなという、はいはい、枠もね、枠が外目入ったんで、これはいいところでしょう。はい、ありがとうございます。黒三角が先ほども話してありましたマウンテン娘ですけれども、うん、マウンテン娘は春の伊達天ステークス2着が52キロで、まあ、今回が別定戦で55キロ、まあ、それはどうかなっていうところがあるわけです。あともう一つは54秒台のね持ちタイムがないので、はい、6歳牝馬です。その辺が気がかりではあったんですけれど もう行くだけ行くという競馬をすれば、まあ、そこに活路が見出せるかなということで黒三角を打ちました。ただこの内枠に入ってしまったことでちょっとやっぱりレースプランが難しくなりました。まあ藤田七子騎手がどう乗ってくるかというのは一つこのポイントになってきますけれども、まあそれでもやはり55キロのアドバンテージは57キロ以上の男、まあ、まあ女もいますけれども比較においてかなりアドバンテージがあるという見方をしてますんで、持ち帯も詰めてきてほしいというところでしょうか。白三角一番手が湘南マッハ、これもねちょっと穴っぽいところになるかなと思うんですけれど、そうですね、この馬はまだ3勝クラスに在籍しているので、うん、まあここに入ると格下ということになりますけれども、うん、直線競馬っていうのはやっぱ特殊な才能というか能力が求められる舞台なのであんまり格下とかいうことは考えないで、これまで見せてきたこの直線競馬のパフォーマンスを評価しようというふうに思いました。実際伊達天ステークスとかルミエール、ああいうハンデ戦ではもう格下の馬がバンバン勝ってますね。ただ軽いハンデっていうだけで走る、これはもう本当直線競馬の本質を私は語ってると思うんですけど、そういった点でまあ湘南マッハ57キロではありますけど、この春にね2勝クラスを勝ったのがハンデ戦の57キロで一応54秒9で勝ったということで、この54秒9という勝ちタイムに注目してます。今年はひょっとしたらレベル的にちょっと落ちると勝ちタイムが遅くなる可能性があります。例えば昨年は54秒9でタイムで言うと相当凡戦でしたし、その前のビディーバーが勝った年も54秒4というのは当時とすればやっぱりアイブサマーダッシュとすれば遅いタイムだったんで、タイムが遅い決着になりそうだっていうところを少し考えるとこうした馬の出番は十分にあると思いますし、直線競馬では1着と3着ですからね、適性はきちんと示していますよね。あとはまあ内枠を引いたというところですか。そうですね、ただ内枠で格下ということで全く人気がないでしょうから思い切った戦法が取れるということで、この馬の場合は刺して連帯したこともありますから、うん、去年の勝ったオーラットワンスのように下げて外に出すというか、そういう思い切った追い込みの戦法も取る手もあるし、人気がないからどんなことでもできるんで、逆に内枠入って穴で狙いたい一頭になったかなという気がしますね。ちょっと馬券的にも面白くなりそうですね。そう限ればね、三連携、まあ、ギリギリ三連携かなっていうところは思いますがね。白三角で一言ずつお願いしたいと思います。はい、まずマイオアポア、こちらはどうでしょうか。はい、結局マイオアポアもファイアダンサーも、はい、まあ同じなんですよね。結局伊達天ステークスで、はい、ファイアダンサーが3着で、はい、マイオアポアが6着で、もうほとんど紙一重みたいなところで入選してるわけで、どちらもやはり当時の伊達天ステークスから負担重量が増えているというところで、要は枠順と展開次第でこの2頭はまあどっこいどっこいっていう評価なんですね。ただ同列に扱うべきだというふうに思うんですね。マウンテン娘を黒三角にした以上は、はい、そういった点で枠はどこ入りましたっけ。マイオアポアが8番ですね。なんだかね、なんだかこう微妙なね、ファイヤーダンサーは10番、うん、ファイヤーダンサーなんか結構内枠引くケースが今まで多かったので、そうですね、去年の範囲がちょっとねまだ自分の中でははっきり処理しきれていないので、
ちょっと嫌な部分もありますが、まあでも55キロのアドバンテージがあるんで、この2頭はね、一応三角馬つけなければいけない馬だという評価です。はい。最後にグレートゲイナーですが、3年ぐらい前だったか、ちょっと何年か前でしたね。結構前でしたね。一回アイビスさんは出して格上挑戦で5着っていうのが、オールアトランスが勝った時、勝ってほしいですね。当時何キロでしたっけ？56キロです。56か、そうですね。今年から。今ちょっと斤量が1キロ増えてるんで。うん、まあ、そうですね。はい、まああの時が54秒9で走破してるわけですよね。なのでこれもまあ先ほど言ったように今年の全体の勝ちタイムが遅くなればギリギリ間に合う感情かなっていうところと、このまああのやっぱ金層を2回続けてしっかり逃げてるっていうところが、うん、今回の直線競馬に結びつけていいのかなっていう走りだと思うんです。ということでその3年前5着よりは、はい、ちょっとパフォーマンス上げてくれないかなと。年は取ったけど、まだまだこう全身規制は全く衰えてないっていうところを金層見せてるんで。最近復調してきてますもんね、グレートゲイナー。一時期ちょっと。うん、そうなんですよ。はい、先行馬って一回こう走る気なくしちゃうと、なかなか復活しきれないもんですけど、この馬の場合また復活してますんでね。枠順は。枠順はですね、9番ですね。真ん中か。小枠の、これもちょっと穴っぽいところですが、まあ三角はつけたというところですか。はいはい、ありがとうございます。ではこの後注目の買い目の方発表していきたいと思います。試してほしい11のプレミアムコースごとの戦歴が見られるコースデータ、データを読み解くことで新しい発見があるかも。知りたいがすぐわかる競馬ブックスマートプレミアム。では吉岡さん、買い目の発表をお願いします。買い目はまず単勝ですね。まあ、通常単服を買いますが、まあ、番組上はここは単にしておきましょうか。それから最近はちょっと馬単にチャレンジしてますんで、対抗黒三角、そして二重三角と上位3頭に馬単、同じ組み合わせをワイドで、ちょっと絞りすぎとは思うんですけれども、ここではそういう馬券にして、おいて、まあ、あとは、ま、当日の馬場とかね。あ、そうですね。馬場傾向とかいうことを考えて、馬券は考えていきますけれども、まあ、現時点では、この買い方でいこうというふうに思います。これも聞いてなかったです。ちょっと雨がもしかしたら降るかもしれない。そうなんですよ、ね。ちょっと読みづらいところは、ね。どれぐらい降るのか。新潟なので、少々の雨では、まず大きな影響を及ぼすことはありませんが、たまにやはり局地的に降るというか、一箇所にダーッと降ることがあるんで、新潟競馬場ですと、スタンド前は晴れてるのに、向こう正面が降ってるみたいなことがあるんで、まあそこはちょっとかなりポイントにもなりそうなところですが、まあ短距離馬は、とにかくしっかり走り切るという考えがありますので、ここは馬場には目をつぶっていきましょう。湘南も浜運転娘あたりが来ると、結構大きな配当になる可能性は。そうですね。ありそうですね。ちょっと馬券のこの買い目から外してしまいましたけどね。はい、まあまあいいでしょう。予想と馬券は違うんだから。はい。ありがとうございます。では最後に私、スミカーの方からも軽く予想発表させていただきます。本命はジャスパークローネにしました。スプリンターズステークス4着の実績を考えると、このメンバーだとちょっと抜けて最上位なんじゃないかな。能力的にはということで。なかなか近年このくらいのレベルの馬が参戦してくることも少なくなってきていましたから、それが大人気するならあれですけれども、そんな人気しないんじゃないかなってところ、ちょっと積極的に狙っていきたいなと思いました。スプリンターステックスとかでもそうでしたけども、短距離の G1 のこうレースなんかを見ても、点のスピードなんかも国内屈指のレベルで速い馬だっていうのもあるので、この条件ぴったりだと思いますし、実際新潟直線 1000m 走った時は、まあ、不良馬場だったんですけれども、まあ、1着に来ていて、実は2走前のアルクオーツスプリント海外のレースですけれども、これが実は直線競馬のコースだったんですね。その時ですね、着順振るわなかったんですけれども、1頭だけこう逆の拉致方向に行く競馬を試していまして、そこで予行練習ができているので、今回2枠4番を引いたということで、もしかしたらそういう思い切った作戦一度試している分してくる可能性は十分あると思いますし、この馬の点のスピードだったらこの枠からでも、まあ、外立ちの方に行くっていう選択肢もありますし、どちらに転んでも十分楽しめる馬かなと思います。で、馬券の方はですね、単勝ある程度つくと思いますので、4番ジャスパークローネの単勝と、あとはチェイスザドリームティビナシオン、外枠を引いた印上位の馬にワイドで流してみようかなと思います。はい、こんなところですね。内枠だから人気ないね、目読みだね。これはちょっと実力考えたら結構つくんじゃないかな。うん、まあ、58キロ、1キロ別定で重いですけれども、前走なんかもそう、ハンデ戦だともっと
背負わされて他馬との筋量が広がるんで十分にやれるんじゃないかなと思います。今週なんかはでも暑熱対策で、ね、アイビス様出しが7レースに残る、うん、7レースね、間違いない、予備しないと気をつけないと馬券だとね、あれレース名が、あ、そうですね、入ってますね、7レースね、休みが長かったりするんで、土曜日、今週、来週と土曜日は、競馬ブックの、まあ、関西のトラックマンの方が動画配信を YouTube ライブであったり、インスタグラムのライブであったりでするみたいなので、もしよかったら、はい、皆さん見ていただけたらと思います。うん、いいですね。はい、いいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本日の動画はここまでです。はい、はい、ありがとうございました。